西暦2066年、人類はかねてからの念願であった世界連邦を形成した。そこには人々が望んでいた平和な生活があった。しかし、頂点に達した科学技術は時として想像を絶した事故をもたらし、科学犯罪も大型化して新たな脅威を作りつつあった。そうした中で、世界連邦は地球の平和と安全を守るため、テクノロジーの粋を集めた科学救助隊テクノボイジャーを編成した。この物語はここに働く5人の若者の活躍を描いたものである。誰か僕を呼んでいる、いつか聞いた声がする、ハートに宇宙があるように。